こんにちは、ゴロゴロキッチンです。今日は私のブログでもすごくお問い合わせをたくさんいただいた炊き込みご飯を作ろうと思います。こんにちは、ゴロゴロキッチンです。こんにちは、ゴロゴロキッチンです。ん？いいの？じゃあもう一回言ってみよう。もうちょっとやる気ない。あ、なんか髪の毛が少し。もうちょっと何？はじめまして、ゴロゴロキッチンです。ちょっともうちょいこっち。はじめまして、ゴロゴロキッチンです。はい、では炊いていきます。開けてみます。で、お、こんな感じで、こんな感じ。まあ日々の記録ですよ、これは。お、
いろいろあります。かわいいこの皿。あ、これもジャズだ。これとか思いのほかなんか軽い。どうしたらいいんだ。どう思いますか。ブンブンブン。回してるうちに、はい、余裕を作っておくね、はい、これは本当にちっちゃなアイディアなんだけど、はい、おお。これとか超かわいいんだけど、トランプ柄。そうなの。ずっと一時探してたの。と、うん、あとブリティッシュ風のね、いわゆる3段階のアフタヌーンティー2種類あるんですけど、ちょっと怖がっています。ちょっと頑張ってね。サン・ラファエル・バリスキュール Cannes Antibes et Niceville arrivée prévue 17h07。 いつでもどこでも余裕です。C'est très trop beau. Ouais, c'est très beau. Allez, on va faire un petit feu pour réchauffer l'atmosphère. Je vais venir chaque, tous les jours pour nourrir. Ouais, ouais. Alors, c'était la voilà. saison des cèpes. Ah ouais. C'est un velouté de cèpes. Vous savez ce que c'est? Oui. C'est-à-dire qu'ils aiment quand même beaucoup le. Oui. Le côté cochon, le jambon, le chorizo. Bonjour. Steph, ma femme. Bonjour. Coucou. Enchanté, mamico. Alors c'est au lieu qu'elle soit en, comme ça là. Ouais. Tu vois. Et pourquoi il faut que tout ça, ça aille dans l'atelier pour qu'on puisse finir. Ouais. Donc là, voilà comme ça, tu vois. Tu t'en sers pour mettre au pied des arbres. Soit tu, je le mélange. À l'heure actuelle, la cabine, c'est là où on fait dormir Momo ou Lapi. De dehors, on dirait pas. Hein. 確かに太っている。ここここ。Bonjour。Alors la plus populaire, ça serait la petite boîte découverte. Oui. Vous avez le moelleux au chocolat et les tartelettes. D'accord. Les flans, c'est uniquement du jeudi au samedi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. かわいい。じゃあ入ろう。はい。Nous allons retrouver tous les parfums au cœur. Oui. Et nous faisons des parfums à l'eau sans alcool. L'eau sans alcool. Je vous en mets un de chaque. Oui. Merci. Chocolat. Paneras. Si. On soulève. Comme ceci. Ah, ok. D'accord. Produits français, des carnets là qui sont fabriqués. On dit je m'en suis pas lassée. Je l'aime toujours beaucoup. Artistique avec les. Alors ça c'est un artiste d'ailleurs qui me l'a fait. C'est bien trouvé. Très joli. Très sauvage. Et les violons, c'est très très beau. ますかね。はい、はいはいはい、ちょっと待って。
スーさんのはとびきり大きいチキンにしました。ありがとうございます。早速水差しが役に立っています。そうですね。じゃあドレッシングをかけますよ。はい、お願いします。あら、ちょっとしかなかったね。あ、はい、では乾杯。乾杯。お疲れ。乾杯。カンペっていうのは日本の言い方じゃなくて中国の言い方らしいよ。あ、そうなんですね。失礼しました。まあでもいいじゃないですか。いや、なんかそういうお便りが来てたから。はい、あ、本当に、うん、お便り来てました。うん、あら、じゃあ、はい、いただきます。どうぞ。早速チキンを僕はやっぱりチキラーとしては、はい、チキラー、うん、すごいね、サクサクだね、やっぱり。そうなのよ、それね。この便利さを生み出したの革命的だよね。ああ、本当にそう思う。すごいね。俺も一回やってみたけど、うん、おーって思った。だってさ、なんか普通にこう焼くとさ、焼き鳥もそうだけど、うん、鶏ってすっごい跳ねるじゃん、ビビビビビビビって油が、うん、この人低温だから全然汚れないの、うん、あ、そう、うん、もともとあれでしょ、だってツイッターで結構バズったから有名なレシピなんでしょ、これも。はい、うんうん、そう、稲田さんが出したのがすごいいっぱい拡散されて、うん、なんかすごいリツイートとか失敗されたから、うん、一躍有名なチキンだった、うんうん、ちゃんと稲田さんに許可取ったからね
そりゃそうだろ。美味しい、このソースも美味しい。本当？うん、さすが。よかった。試作してたね。試作しただけはあるね。何度も。フランスのクリームっぽいやつはみんなクレームフレッシュなんだけどさ、うん、日本に売ってないじゃん、クレームフレッシュは、うんうん、だからクリームチーズで代用するっていうのをいつもやってるの。なるほどね、うん、みんながやりやすいようにね、うん、さすがいろいろ考えてますね。これもそうだ、うん、我が家の豆板醤ね、豆板醤が使われています。豆板醤こう、うん、あまりこう詳しくないけどさ、うん、なんか違うの？よくわかんない。うん？なんかね、うん、麹の甘みがこれはするなって思った。うん、まろやかだね。うん。うん、でもさ結構唐辛子入れたのね。だって作った時トゥーさんすごいさ、うん、うわー辛そう辛ってずっと言ってたじゃん。うん、だって唐辛子の唐辛子の塊だったじゃん。うん。でも美味しい、これすごい美味しい、うん、でこのレシピが、このレシピっていうかこのラディッシュとこれの合わせがすごいいい、うん、あ、そう、うん、美味しい。お酒のつまみとかにそうするじゃんね、俺お酒飲まないか分かんないけど。そう、なんかね、格的マインドなんだけど、うん、もっと簡単にできて、かつこの国ではラディッシュがすぐ手に入るから、うん、ラディにしたの。いやもう俺来週から日本だからさ、うん、楽しみだね。うん、あれ本当にあっという間でさ、うん、何って感じだって。もう来週だよ俺、うん、来週には日本だよ、うん、いや驚きが隠せないね。だってもう年末だよ、もう、ね、年終わるんだよこれで、うん、すごくない、うん、覚えてる去年のこと、うん、いや何してた年末。動画撮ってた。いやそうだけどそうだけどそれリッツだよ去年は。最後リッツだから。もう覚えてない。いや私だって日本にいたよ、うん、あれそうだよ、だって日本にいたよ。あ、そうです。ミッツを見ながら日本にいたもの。そうね、うん、去年は一緒に帰ったんだもんね。うん、そうね、去年は一緒に帰ったから、ね、今年は帰れないから、うん、私がね、うん、でもどうせ取っちゃうんだろうなって思うんだよね、日本に帰っても。何を？なんとなく、いやわかんない、なんかあ、取らなきゃってこう思いそう。何を？どっか行くたびになんか映像撮って、去年撮んなかったか、そんな別に。でもトゥーさん何も撮ってなかったじゃん。あ、去年は撮ってなかったっけ、うん、あ、そっか、うん、じゃあ大丈夫かな。なんか自分が怖い。じゃあもう次の動画はトゥーさんスペシャル。やだ、トゥーさん in Japan。 やだやだやだ、それだけで構成する。すごい楽だ。それだけで構成しようと思ったら俺もうバランスなくなっちゃうから。トゥーさん、トゥーさんの車窓から日本帰ったらどこ行こうかな。なんかおすすめの場所ある？え？なんで？なんで？お遍路さんでも回ったらじゃあ。この時期に？この時期に？ただの修行僧じゃん。じゃあ滝に打たれたりとかしてる。だからそれも完全に完全に修行僧じゃん。あ、じゃあ高野さんとか行ったら？だから同じだよ。全部同じだよ。煩悩ね。なんかそういうのしか思いつかないな、面白いところって。それ俺が言って、俺が言ってるのを爆笑したいってだけでしょ。違うよ。何それ、心を清らかにしに行くんだよ。どうする？帰ってきてすごい清らかになってたら。なんないか大丈夫。どうしようかな。すごい悩む。なんかしたいなって思うんだ。じゃあ島とか行けばいいんじゃない？南の方とかってこと？いや別にどこでもいいんだよ、島だから。なんか、うん、こうリフレッシュしたい。わかる。リフレッシュしたい。でも日本にはいっぱいそういう素敵なリトリートがあるよ、したら。ああ、それいいかもね。高いけど。あ、そんなに？うん。どんぐらい？わかんないけど、2日で10万ぐらいとかじゃない？2日、あれ2日間かけていくの？うん、なんか1泊とかじゃないよ、そういうのはね。あ、そう。2日間かけて何やるの？なんかこう、あ、なんかふわ、羽とかでふわ、ヨガとかして。あ、ヨガ、あ、もうそういうエクササイズな感じ。ヨガなんてそんなに2日やったからマッサージとかされて。そうそう、まあ、マッサージはいいよね。それで瞑想とか。あ、そうなの、やったことある？うん、あれ、まあ、インドのそういうのいいってなんて言うんだっけ、そういうの。アイルベーダー。そうそう、それ、ね、アイルベーダー。それ、まあ、うん、本気度が全然違うから。それ、うん、それ全然違うから。わかんない、コモっていう、うん、コモシャンバラリゾートっていう、うん、そういうウェルネス系のところのやつに行ったことはあるけど、うん、バリ島とかで。あ、バリね、うん、友達と2人で行ったんだけど、うん、
友達が途中でここのご飯がヘルシーすぎて無理ってそれマメコの友達でもそれになるってことは 100% 俺になるじゃん。そうだってもうだってベジタリアンみたいな感じで豆しか出てこないみたいな。そうお肉とかなんか当然なくてヘルシーって感じで友達がもう無理、ね、フォーシーズンズ行こうってフォーシーズンズにご飯食べに行っちゃった。わかるわその感じ。だからそんな感じだけどどうすんだろう俺なんかこうリフレッシュしたいのよ。もう今年もずっとバタバタし続けてたじゃない。釣りとかしたらいいんじゃない。釣り、うん、心を無にしてこいでしょ絶対いいん釣りそんな心に無にしてないだろう。考えてると思うよいろいろ、うんうん、やったことある。ニジマス釣りはやったことある、うん、子供の時、うん、釣り堀でしょ。うん川のやつ。あそう、うん、でも、うん、釣った時は楽しかったんだけど、うん、釣ったらニジマスがかわいそうで、うん、泣いちゃって、うん、何それ お父さんとお母さんがなんかかわいい何それだってかわいそうじゃなくてかわいいわね、うん、スイートハートだね。そんな頃もあったねえマミちゃんはどうすんの俺がいない間楽しくねお友達といろんなね計画をすでにいろいろ立ててる。そうなの、うん、俺知らなかったそれそうなの、うん、そうなの、うん、いいわね。だってそこしかないじゃん。どういうこと。普段はツーさんの世話があるから世話ひどくない世話って世話なんかしてもらってないですけどそんなにツーさんの飼育があるでしょひでえ、ひでえ言い方だ。だから友達と、うん、日本の友達とズーム飲みの予定入れたりとか。あそうか、そういえば日本から友達来るんだよね。もう来てる。あ、もう来てんの。え、泊まるのうちに結局、うん、何してるか分かんない全然いいな楽しそう、うん、で俺もそのズーム飲みの時に日本サイドからゲストとして意味なくない何なのそれあと直くんのレストランにも行きたいからさ。あ、美味しいよすごく。でしょ、だからそこにも友達と行こうかなとか、うん、あ、そうなんだ、うん、いいね、うん、いいわね。直くんのレッスン美味しかったよすごく。そう行きたいなとか、うん、そういうのとかをいろいろやっていこうとか。あとほら来年のプロジェクトのためにいろいろやらなきゃいけないこともあるでしょそうだね、うん、そうだったね、うん、いや本当にね、うん、もうすごいよね今年はもう駆け抜けたね、うん、本当に、うん、プーさんパン食べないの。あ食べる食べる食べる。ちょっとでもプーさんが足りないっていうかパン買ってきたね。ありがとう。プーさんは人の3倍ぐらい食べるから、うん、そうか。じゃあマム子も年末楽しむんだな。よかったよかった、うん、なんか日本から帰ってきたら多分家がすごい綺麗になってんだろうなってすごい思う、うんうん、思わない、うん、絶対そうだよね、うん、で俺が帰ってきた瞬間にガーってなってマム子イラッとするっていうところまで見えるもん俺、うんうん、そうかもねだってさお布団だってツーさんがいないとさすっごい綺麗だもんね。あと私寝相いいから1ミリもさお布団の整形が変わらないまま朝を迎えてさ、うん、お布団パタってしたらさそれでセットなのにさツーさんがいるとさぐっちゃぐちゃになるじゃん。あそう、うん、あそうツーさん暴れてるよなんか、うん、あ本当。いや夜中とかいうレベルじゃなくてずっと暴れてるいやじゃない隣にずっと暴れてる人いんのずっと暴れてんの。そうだよ。えどんな感じ。なんなら夜中になんかうぅぅやだ喋ってるって本当、うん、マム子もたまにうなされてるよ何かからこう逃げるような感じのじゃでも、ね、やめてくださいみたいな。そうじゃない通算やったらってやってるから、うん、でそれに話しかけちゃいけないんでしょ。だからほっといて。あそうなの話しかけてどうなの。なんか寝言に話しかけると死んじゃうんでしょ本当にそう言うじゃんよく。えまあ、それに信憑性はないにしても、うん、あんま良くないんだろうなと思ってやめている。なんだろうねみんなどういうところが見たいんだろうね日本のね。京都じゃないやっぱ。でもさ、うん、YouTube で京都なんて入れたら大量に出てくるでしょ Vlog、うん、俺が行く意味あんのかな。ゴロゴロキッチンの視点で行くのがいいんじゃないのそんなリサーチしてないけどねマミコが一緒に行けたらよかったんだけどね。清水寺に行くのをあえて平安寺に行くとか知らんけど、
と金閣寺とかね。金閣寺行くのあえて銀閣寺とか京都に行くと見せかけて実は奈良だったとかもうツーさんともさよならだね楽しく羽を伸ばしてねすごい羽伸ばしそうだね。くーちゃんとトラちゃんと楽しく、間違えた、寂しく過ごすね寂しく過ごすね、うん、はい、ごちそうさまでしたごちそうさま、はい、さん、これパンいっぱいあるよ。ありがとうございます。まだ食べますよ、はい、まあ明日食べてもいいんだよ、はい、じゃあありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。